佐藤修美一は北海道所郡ところ群オケト町出身の元プロ野球選手、宇藤右内。2017年からは社会人野球の日本製鉄室ランシャークスに所属している。小学3年生の時にオケトジャガーズで野球を始める。中学校時代には外野手を経て2年生から投手に転校。3年生の時には北見市の大会で優勝を経験している。 北見菓市は洋高校へ進学すると1年夏からベンチ登録。当時から時速140キロメートル台のストレートを投げていたという。3年夏の全国高等学校野球選手権北北海道大会では北見支部予選の初戦から大会の準々決勝で駒田岩見沢高校に敗れるまで無失点を続けていた。高校の同級生にタレントの菊池亜美がいる。 高校を卒業後に、道都大学へ進むと、公式野球部に所属。札幌学生野球リーグでは、1年春から、主戦投手として活躍した。リーグ戦の通算成績は26勝4敗、防御率1.27。4年秋には、チーム38年振りの明治神宮、野球大会出場に貢献した。リーグ通算39試合26勝4敗。 防御率 1.27MVP 最優秀投手ベストナイン各2回特別賞1回2012年の NPB ドラフト会議でオリックスバファローズから2巡目で指名契約金7000万円年俸1200万円という条件で入団した入団当初の背番号は31なおこの会議ではチームメイトの大類信内野手も 読売ジャイアンツから2巡目で指名。北海道内の高校、大学でのプレー経験がある、道内出身選手では初めて、佐藤、大類とも NPB 入りを果たした。2013年には、ウエスタンリーグ公式戦11試合に登板。1勝1敗、防御率3.00という成績を残した。2014年には、ウエスタンリーグ公式戦4試合に登板。 入団以来一軍公式戦への登板機会がないままシーズン終了後に球団から支配下選手契約の解除を通告された。しかし11月26日に育成選手として再契約。背番号も123に変更した。2015年にはウエスタンリーグ公式戦22試合に登板。一関東を含む5勝5敗、防御率4.46を記録した。 シーズン終了後の12月12日には支配下登録選手に復帰することや背番号を13に変更することが球団から発表された。2016年には公式戦開幕直後の3月30日にプロイリアと初の出場選手登録。4月2日の大地バロッテマリーンズ戦に5番手投手として一軍デビューを果たしたことを皮切りに、 一軍公式戦5試合へ救援で登板した。しかし、10月25日に、球団から戦力外通告を受けた。12月2日付で、NPB から自由契約選手として講じ。NPB 他球団での現役続行を希望していたことから、2016年11月12日には、阪神甲子園球場で、開催の12球団合同トライアウトに参加した。 しかし、NPB 他球団からのオファーはなかった。2017年からは、地元の北海道内にある、新日鉄住金の関連会社へ勤務しながら、社会人野球チームの室ム蘭シャークスでプレーを続けている。角度あるフォームから、最速時速1 4 9キロメートルのストレートと、スプリットを軸にスライダー、カーブを交えるピッチングスタイルが特徴。ありがとうございます。